海音寺長五郎は日本の小説家、作家。本名は末富東作。鹿児島県伊佐郡大口村生まれ。次女は日本テレワークの社長を務めた末富明子。1901年、鹿児島の山市の家に生まれる。幼い時に体が大きかったことから1年繰り上げで小学校に入学。実際は何をするにも一切年上の同級生たちに、 及ばず、学校生活は苦労の多い、辛いものだった。国学院大学高等師範部国艦科を卒業後、中学教師を務めながら創作を行う。1934年作家デビュー。歴史小説を多数発表した。国学院大学教授で、戦国史の大家であった桑田忠隆との交友も深かった。天章女合戦と武道伝来期その他で、 第3回直木35章を受賞。自伝、西郷隆盛が、ライフワークで、絶筆、未完作となった。大口鹿の作詞や、大口酒造が製造、販売する焼酎、伊佐二式のラベルの大事も手掛けた。海音寺長五郎という筆名の由来については、海音寺本人が、日、西山に傾く収録の、無双の筆名の中で詳しく説明している。それによると、 この筆名を初めて用いたのは昭和4年の上半期にサンデー毎日の検証小説に応募した時であるという。当時、海音寺は中学の教師をしていたが、小説を書くという行為に対して世間の理解が乏しかったため、本名を隠すためにペンネームを検討していた。考えているうちにうとうと眠ってしまった海音寺は、これまで一度も行ったことがないにもかかわらず、 奇襲の浜辺で眠っているという夢を見た。その夢の中の夢で、誰の声ともわからないが、海音寺長五郎、海音寺長五郎、と呼ぶ声が聞こえ、そこで夢から覚めた。そして、ああ、これでいいや。これならわかるまいと思い、海音寺長五郎をペンネームに小説を応募したとのことである。なぜ、海音寺長五郎という名前が急に思い浮かんだのかについて、海音寺は、 上田里氏の役史集、会長音や地松門左衛門と際を競った、機械音などのことが意識の真相部にあったのかも、知れないと説明している。この時、検証小説として応募した、歌方蔵氏は、見事当選したが、本名を秘匿してほしい旨を明示していなかったため、ペンネームと共に本名が公開されてしまい、ペンネーム暗室の苦心は、何の役にも立たなかったというオチがついている。 後に、三田村縁魚に、君の名前は、観音行、下にあると言われ、読んだところ、その意味からすると、人が書けないようなものを書くという意味になり、傲慢な命名であったことを知り驚いたという。海音寺を語るときに取り上げられる話題の一つとして、自伝文学の復興に対する功績がある。これは、後年、海音寺が、菊池博士賞を受賞したときにも、選出理由として挙がっている。 詩伝文学とは、歴史上の人物や事件を対象として、作品を物語風に記述にあたっても、フィクションの要素を完全に排除し、広範かつ詳細な文献調査などをもとにして、歴史の真実は、どのようであったかを明らかにしようとする形態の書物を指す。日本においては、明治期の山寺愛山、福本日南、徳富祖法など、大正期の森大外や高田露藩。 白柳修子などが自伝を執筆していた。しかし、昭和期に入ると、新しい書き手の台頭もなく、ジャンルとしての人気も衰えていった。このような中、海音寺は、日本人から、日本歴史の常識が失われつつあるとして、当時の状況を憂慮し、本人の表現を借りると、文学としての自伝復興の露払いの気持ちを込めて、歴史の真実を伝える。 自伝文学の執筆に精力的に取り組むことになった。また、歴史はまず文学から入るべきという考えを持っており、日本の義務教育制度における歴史教育について、子供に最初から史実のみを社会科学的に教えることは歴史への関心をなくすとともに、一方の側からのみの宣伝を教えることになると批判的でもあった。その代表作が1959年から、 オール読み物に連載された武将列伝と悪人列伝である。この両作品に収録されている人物伝は各編が独立した読み物の形式になっているが、これらを時代順に並べ替えて読めば日本歴史の全体がわかる内容となるように、それによって日本人に日本歴史の常識を持ってもらいたいとの希望を持って執筆された。開音時はできれば200人。 少なくとも100人の人物伝を書き上げたいと考えていたが、結局、武将列伝33人、悪人列伝24人の計57人の段階でまとまった作品として出版することになった。想定通りの人数に達しなかったことについて、海音寺は恥を忍んで出すとその心境を述べている。上記の作品の他にも、列藩総動録や、 幕末動乱の男たちなど多くの詩伝を執筆しているが、これらの作品に触発され、その後、いろいろな作家が詩伝を発表するようになった。これについて、海音寺は、露払いを務めたつもりの僕としては、この上ない喜びであるとの感想を残している。海音寺は、第1回、直木賞から候補者として、名を連ね第3回で受賞しているが、 この当時、すでに多くの作品執筆依頼があり、作家としての生活が軌道に乗っていたか四字は、創設直後の直木賞にあまり魅力を感じなかったこともあり、同じく第一回から候補者となっていた浜本博士が受賞すべきだとして、受賞自体を申し出た。しかし、すでに決まったことだからという関係者の説得に折れて、受賞を承諾している。なお、受賞作は一般に、 天章女合戦と武道伝来機の二作品とされているが、これは当時の選考委員だった吉川英治らがこの両作品を批評していることを根拠とするものであり、受賞作がこの二作品であると明記されている文献は存在しない。受賞式を終えた海音寺は郷里に帰る予定にしていたため列車に乗り込んだが、その列車に授与されたばかりの賞金と懐中時計を置き忘れてしまった。 列車を下車した後でそのことに気づき、慌てて、次の停車駅に電話してもらったところ、無事に戻ってきたとのことである。海音寺は、後年、まだまだ、いよいよ波だったのであると、この時のことを改装している。直木賞創設当初の賞金は500円、副賞の懐中時計は、論人者制であった。第39回の直木賞から、選考委員を務め、 第63回を最後に委員を辞任するまで、すべての選考委員会に出席し、選票を書いた。この間、特に第42回の受賞者となった、柴良太郎を開音寺が非常に高く評価し、受賞に導いた。一方で、文学館の異なる作家には、非常に厳しい評価を下しており、例えば、第40回から候補者となっていた。 池波翔太郎に対しては国評と言っていいほどの低評価を繰り返し下しており、池波が受賞者となった第43回では、こんな作品が候補作品となったのすら、僕には意外だとまで極限し、結局、直木賞選考を辞退するまでに至る。鹿児島県出身の直木賞・芥川賞受賞者は、2014年上半期現在、海音寺だけである。海音寺は、 西郷隆盛が登場する作品を多数、執筆している。特に、歴史の真実を明らかにする目的を持った、自伝形式の作品で、西郷隆盛を繰り返し取り上げているのが特徴である。この理由として海音寺が語っているところによれば、西郷は、明治震災大の更進でありながら、後世の歴史家に誤解されている面が多々あり、その歪んだ、西郷像が、 歴史知識として一般に定着してしまうことを避けるために真の西郷像を書こうとしたとのことである。これは歴史を深く知る作家としての使命感からの執筆理由であるが、その背後にある感情として、西郷隆盛は海音寺の故郷である薩摩の英雄であり、幼い頃から西郷隆盛や薩摩藩士の話に親しんだ海音寺は西郷のことが好きで好きでたまらないからであり、 また自身にとって、西郷の足跡と、西南戦争を例えて言うなら、西洋人にとってのホーマーでありイリアットのごときもので、あるとも述べ、いかに根本的なものであったかを強調している。ただ西郷は大の犬好きだが、海音寺は大の犬嫌いである。海音寺長五郎が、西郷隆盛を取り上げた、主な作品は次の通りである。海音寺は百六十九年四月一日、 今後、一切、新聞、雑誌からの仕事は受けないという旨の引退宣言を、毎日新聞市場で発表して、世間を驚愕させた。あたかもこの年、1月から NHK 大河ドラマとして、海音時の作品を原作とする、天と地との放送が開始されており、その影響もあって著作が、ベストセラーとなっていた、最中の、まさに人気絶頂での引退表明であった。 原作発表からすでに10年近くが経過している中でマスコミの力を借りなければ作品が読まれない状況に不満を抱いての引退宣言であるとの見方が一般的であった。しかし、後に海音寺自身が心境を語ったところによると、この宣言の数年前から引退の年、しきりなるものがあったと告白しており、親しい知人には前もってその意図を告げてもいた。 海音寺が挙げている引退宣言の理由は、自分自身の人生に限りがあることを意識した上で、に向けた執筆活動に注力するためであり、これらの目標を達成の後、なお時間があれば通いてある24詩と詩実願を読みながら、予選を送りたいとのことであった。このように明確な目的意識を持っての引退宣言であり、その後の執筆活動の多くは海音寺が最も、 重要視する長編史伝、西郷隆盛の完成のために費やされたようであるが、結局はこれも1977年に海音寺が急成したことで未完となってしまった。人物列伝の充実、古部作、日本の完成についても同様で、どちらも当初の意図を達成しないまま終わっている。海音寺には日本と題する一連の作品群がある。これは江戸幕府末期から、 昭和の敗戦に至る時代を背景に、海音寺自身の故郷でもある薩摩を舞台の中心として、そこに暮らした庶民の生活を通して、日本の近代史を描いていく意欲作である。この日本に含まれる作品は執筆された順にであり、中でも日本の銀南は海音寺文学を代表する傑作とされている。海音寺の故郷鹿児島県大口市には、 この作品に登場する大井町のモデルとなった木が実在している。日本は当初三部作として計画されていたが、作品の執筆が進むについて三部では収まりきらないことが確実になり、改めて五部作として構想し直された。海音寺は1969年の引退宣言後、残り二作品の完成を重点活動の一つと位置づけていたが、結果的には執筆できないまま、 このよう去った。そのため、この日本は三部作として扱われる場合もある。海音寺の死後に残された遺構の中から、一本の歌詞と名付けられた未完の装甲が発見されている。これは太平洋戦争前後の時期を舞台とした作品で、五部作の最後の部分に当たるものとされる。晩年の海音寺は、最後を高森伝を中心とする自伝の執筆を、 中心に勢力を注いだため、純粋な小説はほとんど執筆されておらず、もし残り2作が完成していれば貴重な作品となっていた。海音寺は、自らの県民性も含め、鹿児島の人は熱しやすく冷めやすいから、作家などという息の長い仕事には適さないと表している。鹿児島の文学については、職業柄、いくつもの藩の江戸時代に書かれた文学書を随分読んできたが、 薩摩の大石評録夢物語に匹敵する作品を読んだことがないと語っている。ありがとうございます。